コンセプトとしてはえ街乗り、それからショートサーキットをメインとした仕様になってます。えっ、ー、とこの車なるべくユーザーさんが再現できるような車をということで作ってみました。以前、あの最高速をちょっとチャレンジした時。 あととちょっとで200キロっていう悔しい思いしたんですけれどもちょっとその仕様とは随分、えー、ぶん、えー、おとなしめの、えー、街乗りもできる、えー、一般のユーザーさんが自分の車あのチューニングしてったらどこまでできるのかなっていうそれを、えー、再現した車になります。足回りは車高調が入ってますけれどもスプーンの、えー、製品ですねもう,う売ってるまんまの、うん、仕様になります。 であとはタイヤホイールこれももう,う普通に誰でも買える状態のものエンジンも例えば圧縮落としてイハイブーストに耐えられるとかそういうことをせずにスプーンの商品としてのコンプリートエンジンっていうノーマルを精度よく組み上げたそういうエンジンを積んであくまでも再現をできる仕様にしてあります。 ノーマルのエンジンってピストンとコンロット、うん、まあ一番分かりやすい部分なんですけどこの車は3基とでピストンとコンロットって組み合わせると大体この車だと800ぐらいの重さになりますでそれが通常のノーマルの精度でいうと大体その3つの重さっていうのがそうですね 34g のばらつきが出てきます。であのタイプととかののエンジンジだとその差が 2グラム程度になるんですけれども僕らはそれを100分の1グラム単位まで合わせ込んだものにしてるのでまず性的な重さでのバランスがきっちり取れていますバランスよく組んだものっていうのはどなたが乗ってもわかるぐらいスムーズに回ります決してパワーは上がるわけではないんですけれどもスムーズに回るっていうことはそれだけ早く回転も上がるあとは振動が少ないので耐久性も 上がってきますこれは僕らが長年耐久レースやってる中で見つけた一つの答えですね。 かと思うぐらいもうエンジンがスムーズでこうフラットであと、えー、でこう窓開けて乗って帰るときにあこれターボついてんだって思うぐらい非常にこうエンジンが軽くて、えーまあ、変なし3速4速どこのギアでも、えー、またアクセル入れるとそこからこうスッとこうあのオートマチックのように走れてしまうような、えー、そんなエンジンでした。で車体は、えー、やっぱりあのスプーンさんの リジカラもそうなんですけどこれブレスが入ってて、えー、ちょっとねま今までだとこの S660 ってもう100キ,ロ100キロ超えて120キロとか出してるとこうブルブルしてちょっと怖,怖い感じはしたんですけども非常にこうドシッと、えー、重心も下がる感じで、えー、車がしっかりして非常にあの安心して乗れる車でしたとにかくね、まあ、まあ進化もしてるんですけども、まあ、スプーンのやることってさつがないなと思いました。 まあのスプーンサーの特徴っていうとなんかこれやってることがあのやっぱりこうメーカース技術屋さんかゆいところに手が届くというかまああのャーシ屋さんがえこれやったらよくなるだろうなだけどこう市販車を売るときにはこれはまあコストの問題だとかいろんなことでこうできなかったこととかなんかそういうそういった意味でもその本当にこう走る車を作っていく意味でもあのちゃんとえ作り込む、えー なんとか車が出来上がるまでの,そのプロセスをしっかり踏んでえそこにこうちゃんとこう踏み入れてえ車を仕上げてるっていうのはこうなんかスプーンさんじゃないかなって気がしますなんかねその速いとかこうインパクトがあるっていうふうじゃないんですよなんかのイメージがね。 だけどなんかこうどの車もシビックから何から女の車を得意としてこうスプーンさんやってると思うんですけど乗った後にあなんかこうそつがないよな,こ,うなんか、えー、これが車だよなっていうのをすごく感じさせてくれますね。